今日の台所錦市場でお買い物。今回は焼きポングリの京丹波さんに伺いました。店内には栗がいっぱい並んでいます。では早速お話を伺いましょう。お話を伺いますのは店長の坂田隆一さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。この京丹波さんといえば本当に焼き栗で有名という、ね、皆さんがいっぱい 店頭に並んでいらっしゃいますけれども、はい、どういうコンセプトのお店なんでしょうか。まあ、そうですね、まあ、生の自然な栗を、まあ、味付けとか一切なしに、まあ、特殊圧力の製法でこちらに機械があるんですけど、はい、こちらであのポーンという中大きい音をしている時もありますよね。そうですね、とってもお忙しい時はどんどんこう新しく焼き上げるって、そんな感じでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと迷惑なぐらいちょっと大きい音が出るんですけど、はい、京丹波さんというぐらいですから、やはり丹波栗ご使用なんでしょうか。まあ、秋の時期はですね、丹波栗使用して、まあ、生の方でも販売もしてるんですけど、今の時期はちょっと時期的にちょっとありませんので、まあ、そうですね、春ですもんね、はい、今は韓国産の栗をちょっと使用させてもらってます、ね、はい、はい、とっても甘みの強い美味しい栗と伺いましたけれども、はい、さあこの京丹波さんには栗以外にどういうものがあるのかちょっと教えていただけますでしょうか。ちょっとご案内いただけますか。そうですね、まあ、常時置いてるのはこちらの黒大豆ですね、はい、丹波黒のうつぶ、はい、はい、山の芋もあります、まあ、そうですね、はい、これ秋田県産ですね、はい、はい、でこちらはちょっと滋賀県産と丹波産とちょっと分けて置かせていただいてるんです。はい、やはりこだわる人はよくこちらの方を買われていますね。そうですか、はい、やはりこう丹波産というのはもう本当に大ブランドというか信頼のブランドですよね。そうですね、はい、やっぱりまあ粒もそう丸くて結構揃ってるんで、すごいまあこだわる人はもういつもここで買ってもらってますね。さあ春おすすめの何かっていうのはありますでしょうか、お店の中で。そうですね、こうフルーツもありますし、はい、ドライフルーツもありますし、はい、まあ、今限定、本当に今限定でしたらこちらの限定の商品、はい、何でしょうか。タケノコの方を扱ってますね。あ、タケノコ、はい、これは京都、こちら京都さんの、まあ、大原菜とか長岡京の方とかで取れるタケノコの方ですね。はい、大原のと長岡京といえば本当に京都の中でも美味しいタケノコが取れるというところの、はい、店頭に湯がいたタケノコもあります。助かります、はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。